タラオです。はい、今日第2節ですね。ユアテックスタジアム仙台でレースやっていきたいと思います。前回からちょっとだけスタメン入れ替えました。はい、後でスタメンは紹介されると思います。はい、今回も本当に個人的にやってみたいことやってるだけなので、ちょっとご了承お願いします。はい、皆さんこんにちは。本日のマッチは、はい、J リーグディビジョン1第2節シュミットダニエルじゃないけどなんかコナミスタジアムよりお届けしてまいります。さあ選手がピッチに入ります。ライバーはねもうタラオ大好きだから外せないね。ちょっとコンディション基本重視なんでコンディションが悪くない限り外しません。なんで山本シュートこのような布陣になっています。リアンがまだ言ってた大田とかもねまだバリバリだったね。角度も勝者はどちらなのか、はい、スパイクちょっとアウェイチームそんなにこだわってなかったんであれだけどアントラーズの方はスパイクもこだわったんで、はい、スタメンこんな感じです。はいはい、土井くんとちょっと野沢の8番2人見たかったんで8番そろそろ試合が始まります。一緒にしてみました。フォワードはみんなコンディション悪すぎたんだよ。キックオフです。 J リーグディビジョン1第2節ベガルタ仙台対鹿島アントラーズ。さあ七海さん気になる選手はいらっしゃいますか。リアン・ヨンギですね。はい、豊富なスタミナでピッチところ狭しと顔を出してゲームを組み立てるプレーメーカーですね。はい、セットプレーも非常に注目ですよ。正規学も入れてみました。北沢さんはいかがですか。大迫優也ですね。コンディションめっちゃ良かった。広い豪快なシュートを狙ってきますし、ボランチになって個人的にはちょっとトップ下とかで使いたい気もしなくもないけど、迫力のあるドリブルで仕掛けることもできますからね。ああなるほど。さあこの能力をどう試合に生かしてくるのか楽しみです。12分経過。ヤンヨンギ、さあ右へ預けて。いい展開ですよ。佐々木に渡ります。いや中2枚入ってますよ。これを拾えばこのボレーシュート。いやちょっと生まれちゃいましたね。ウィニワブル入んないよね。これはファインセーブです。いいセーブですねキーパー。コーナーはここからどう組み立てるのか。しないでウィルソン、人数かけてくる分スペースができますからね。太田、いいパスですね。さあ誰がいるのか。なんで素早いアプローチです。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。内田へ、柴崎、大迫、柴崎、どういった攻めを見せるのか。スペースを狙います。そのサイドフリーですね。中はいるのか。上げる。いいボールだ。ここで奪われます。あーそれ拾えないと。あ、なんか取りすぎた。さあどう攻めるか。奪います。マルキーニョス、こっからラインの裏ですね。めっちゃ出せ出せ言われてみよう。これをインターセプト。 OK、 柴崎、ここは通りません。合わないな。まあ自分で動かせばいい話なんだけど。大阪面白くないから。それちょっとスルーパス、チャンスですね。ここで前半終了です。前半0対0。シュート打ってないでしょ。前半ご覧になってどう思われますか。やっぱ短いな。パスとしてはシュートが打ててませんよね。そうですね。なんとかサポーターの期待に応えられるのはどちらのチームなのか。スコアレスのまま後半へと続きます。
さあご覧のように後半スタートしています。野沢、大迫、まずいまずいまずい、よく取りましたね。大迫チャンスを演出できるか。マルキーニョス、ボールのどこのパス、シュート、うん、やっと打ったと思ったけどブロック、ね、さあどのようなサインが出ているのでしょうか。ちょっと棚之助や小柳ができます。ヘッド、バーに当たる、これはクリアします。これは危なかった、クロスが入る、これは奪われます。うーん、ついてって何してる。さあふわっとしたボール、うーん、これはカットされます。うーん、小屋の内田へ、お、今これやったね、倒されます、やったね、角田さんやったね、イエローカード、近く行っちゃったね、ちょっと不用意なファールだったと思いますね。マジか。さあ選手たち集まっています。マジか、こんなスタッフいないだろこんなスタッフいないだろ、さあハゲのおっちゃんやろ、いつもいるの。本当は世代交代とかしたいけど、内田へ、おう、それをやったぜ。これは奪われました、ボールを奪います。 OK、 どうする、あっ、ましたよお前、シュート、おおおお、惜しいですね、今からの突破でしたね。どうして、入ったと思ったんや。ウィルソンに渡る、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。やっぱりこういう試合はディフェンスの負担が大きいですからね、決めてあげないといけないですよね、うん、そうですね、おい、姿に色、インターセプト、佐々木、ここはディフェンスです、おう、おう、ちょっと、岩田さん、うん、じゃあ本当は変えたくなかったけど、本当は変えたくなかったけど、今旬だし、成長の意味も込めて安西投入する。ホヤのボールを奪います。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう、ある程度リスクを負ってでも攻めていくという姿勢に期待したいところなんですけど ね、 そうですね、この時間帯でもまだ両チーム守りの意識が強いかもしれませんね。なるほど、さらに前に行きたい、さあカウンタースピードを上げたいところ、二人がかりで奪いました。お、これ来たんじゃない、来たんじゃない、これちゃんとボールに行ってますよね、来しょ、ここで奪われました。ウィルソン、やっちまった、それやっちまった、時間がない、これは取られてしまいます。おい、何遊んでる、これは奪い返します。ちょ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 、これいったら、おお、待って、で試合終了のホイッスルが鳴りました。マジか、0対0、5分っていうのはきついな、やっぱ勝ち点1をものにしました。さあ七海さん、今日のゲームどうでしたか。今日の試合での課題や良かったところを次のゲームにどう生かせるかですよ ね、 そうね、まあ、チーム力向上にもつながりますし、サポーターも新しい目標ができるんじゃないですかね。そうですね、ありがとうございます。かさあそろそろお別れの時間です。この試合の解説は北澤剛さん、そして七海博士さんでした。北澤さん、七海さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Jリーグディビジョン1第2節、引き分けて両チーム勝ち点1を手にしました。はい、ということで今回は出会いなかったですが、次節頑張りたいと思います。こんなところで終わります。ご視聴ありがとうございました。